はい、こんにちは。メタトースイッチファームのコニさんです。コモちゃんです。はい、人懐っこいのがスプラ以外にもいるそうで。そうなんですよ。今度はメスのダチョウさんで会いに行きます。はい。まあね、もっとみんな人懐っこくなってもいいのにね。まあ人懐っこい子もいますけど、今日紹介する子はこちら。はい。お名前は？名前は非公認というか通称ですけどパクコちゃんですね。はい。そのパクコちゃんたる遊園は今もやってる。おいで。パクパクしてますね。明らかに周りのダチョウとは違う。ね、このフラッタリングとともにパクパクしてくれる懐っこいダチョウさんです。はい。はい。でさ、このパクコちゃんすごいところは、こうやって触ったり撫でたりしても逃げないんですよね。怒らないしね、もちろん。翼も背中も思うがまま、オス怒んないでね。触ってるからって怒んないでくださいね。怖いね。まあでもそんなに怒ってないからきっと大丈夫でしょう。オスを触ろうとした？蹴られる。怒られるかもね。この人とか。俺はこいつに蹴られた。危ない。ちょっとお触りする子は慎重に見極めないといけないんですね。このパクコちゃんはこの通り。こっちのオスからもまあ好かれてると。威嚇とか全然されないから。前一回ね、ヌルリンチョしてこの子の背中に乗るチャレンジしたよ。そうですね。乗れるのかな。でもこうやって触ってても逃げないということは、近づいて手をかけても、でもスルッと力を入れるとどっか行っちゃうんだよね。やっぱり乗られるのは嫌ですね。あったかい。よいしょ。いつもなんかこっち来てくれない？いつもはこっちに顔を向けてくれる。向けてくれるね。でも今日は来てくれない。おーい、パクコちゃん怒らないで。あなたは怒らないでくださいね。今日はこっちにあんまり来てくれない。はい。来てくれないね。ね。なんかそっちに興味を引く何かがあるのかな。いつもここでパクパクしてくれるんですけど、あんまり見えてないかな。このパクパクするのはこの子だけ。ここまでパクパクするのはこの子だけ。何か喋ってるみたいね。こんなに触っても怒らないし逃げない。大体の子はちょっと比較するためにどっかの子触ってる、あんまりオスが過激じゃないところで察したね。遠ざかっちゃう。ほら、大抵のメスはこうやって近づくことですらなんとなくスルッと逃げていくのに。キャンちゃん比較対象。そうだね。でかい。喧嘩しないでください。このオスは仲が悪い。そうでした。ほら。取れ高。おいで。怖いね。おいで。よくないぞ。取れ高。いや、柵が壊れちゃうからね。喧嘩しないでいただきたいです。それこそやばいよ。ね、全力で走ってんでよ。パクコちゃん。でもやっぱりそっち。この子は触れ合いに行くことはないんですかね。触れ合いに私は推しますが。行きたいよね。ね。いいね、来てくれる。そう、目がすごく大きいんだよね。女の子として素晴らしい。いや、もう可愛いです。愛嬌満点。オスが俺も俺も。うん、オスもね、そんなに気は楽なくていい子ですね。はい、はい。ほら、可愛さをカメラにアピールして、パクコちゃん。ほら、ほら、パクパク。可愛い。オシダチョウですね。はい。可愛い、可愛い。ああ、ふわふわ。すごいよね。よくこんなに触っても逃げない。うん、普通のヒナでさえ逃げていくのにね。そう、首は嫌かな。あ、そうでもない。全然大丈夫です。大丈夫だった。ありがとう。あなたは触れ合いエリア行き。うん。はい。パクコちゃんでした。はい、ということで。ダチョウ紹介第2弾。パクコちゃんでした。はい、またねー。